さあやっていきましょう。クターの窓です。これ見た瞬間何のゲームかは分からないね。笑っているか泣いているかさっぱり分からないが、窓をバシバシしまくる脅威の無表情キャラクター。テクノアイランドのみんなが住んでいる居住区は窓を開けっぱなしにしているハウスが多いので、なぜか窓を閉めくるクター。素早く窓を閉めると得点アップだぞ。時間内に窓を閉めきれないとゲームオーバーだという、まあなんのこっちゃと思いますけどね。さあやってみましょう。さっきやって250窓まで行きました。このスコアを超えたい。そして1位はワンワンピオさん、スコア872窓。この872窓がいかにこうぶっ飛んだ数字なのかはこの後プレイすればわかると思うけどね。2位ネコニャンさん、3位ブレイブクリーパーさん、ブレイブクリーパー、勇気あるクリーパー。ちょっとこれ気合い入れないとこれはクリアっていうか得点伸ばせない。でもこれは面白い、クタの窓面白いんで、これはねみんなやってほしいな。やっていこう。窓が来る、家がボンと来るから、これをこの取っ手のところに手をかけてシュッとドラッグする。わかりやすい。フラフープしてる、家の中でフラフープしてる、健康的。あれは何、クイズ番組に答えてるの。検証に応募してる、みかん変身してるやつがいるな。3つとかね間に合うのよ。えい、フラフープしてる、気が、なんだろうな、わからん。牛と同居しとるやつがおるんよ。これは涼しそうだね。ね、虎柄。やべえやつがいる。今の映したらいかんやつ。シコティッシュ。フラフープとくつろいでるやつがいる。変身してるやつとマダムがいるね。あ、手がかからん。よし、いける。よし。横に移動しとるんだが。なあ、もう、よし。手が引っかからんでしょうが。それは無理。いや、まあ、もう一回行ってみましょう。まだいける。まだいける。俺はまだ可能性を捨てちゃいない。800とか取ってるやつはいて、どうやったらこれが800になるのか教えてほしいな。そういうスーパープレイ見てみたい。クターのスーパープレイ実況、需要あると思います。シコティッシュのやつがまたいる。やべえ、部屋も出てくるよそのうち。100もやってくれ。100ぐらいまだ閉めた頃にはもうやべえやつが、もういたしてる、お部屋でいたしてるカップルとか出てくる。このままいくと危険すぎるね。なんなん黄色いやつだ、この変身やつ。えいやーと、焦っちゃいけない。焦りは失敗を生む。検証してる。移動してるからといって焦っちゃいけない。移動してるからといって焦っちゃいけない。最短で動かす。誰もいないぞ今。空き家だ。よし、いけた。こんな4つは無理なんよ、無理なんよ。いや、まだだ。俺はもっと先に行ける。これが厳しい。あ、これが厳しい。ここが難しい。あー、これがやっぱり鬼門じゃ。これが鬼門だね。ベストスコア更新できない。もう一回だけ、あそこだけクリアさせて。何回やりようならって思われるかもしれないけど、あそこだけクリアさせて。4つが鬼門すぎる。あの先が見たい。集中していこう。ここを集中する必要ない。ここは別にグダグダ喋るのはここはやってもいいんだよね。別にここら辺はゆっくりやってもいい。あ、ちょっとカップルがいる。アベックがいる。トラガラがもう一回。そしてテレビ見てるやつが一回。テレビ見てるやつが二回。トラガラ多いな。トラガラ多いな。さっさと。小さい画面の方がいいかもしれない。これ解像度下げて。いいよ。ここまでいいよ。めっちゃいいよ。手がかかった。よし。これが。よし、いけた。
あ、いや、いや、楽じゃんこれ。楽だよ、楽。よし、いけた。よし、これは余裕ですね。お、高みを目指してる。無理だよ、6個は。しかも回転しとるんよ。こう10位までいけた。うおー、はい、面白いございました。クターの窓、これね、面白いんでね、皆さんぜひやられたらいいんじゃないでしょうか。ほんなまた。